赤帽クジラは、白ジラア目、赤帽クジラか赤帽クジラ族に属する中型のクジラである。赤帽クジラ族は、赤帽クジラ科に属する族の一つで、赤帽クジラただ一種のみが属する。赤帽クジラ科の中では、最も広範囲な海域に生息する。1804年に、フランスで発見された頭蓋骨の一部に基づき、1823年、 フランスの動物学者キュビエによって新種として報告された。学名はギリシア語のザ・ホースで赤棒クジラのオスが持つ円錐形の葉の形にちなむ。種小名のカブロストリスはラテン語のカビーロストリスに由来する。英名のキュビエ、S、ビークとホエールはキュビエの名前に由来する。別の英名としてグース、ビークとホエールがあるが、これは赤棒クジラの興奮の形状が。 ガチョウのくちばしに似ていることに由来する。事実、中世における赤棒クジラの目撃例は、魚のような胴にフクロウのような頭を持つ怪物として伝えられている。和名の赤棒は赤棒クジラの顔が赤ん棒に似ているからであるとされる。別の和名として、カジッポという呼び名もある。人との大きさ比較生態の体長は、オスが約6.6メートルで、 メスが約6.9メートル。体重は2トンから3トンである。赤ウクジラの興奮は赤ウクジラかの他の種に比べると短く、ガチョウのくちばしを思わせる形状である。また、下顎の下に深いシワが2本ある。オスは下顎の先端に塩水状の葉を1体のみ持ち、メスは葉を持たない。メロンのある前頭部は若干膨らんでおり緩やかに前方へと傾斜している。 色は白あるいはクリーム色であり、顎から鼻先、背びれに向かってに、3程度の位置まで白い線状の模様がある。その他の部分の体色は個体による違いが大きいが、大雑把には濃い灰や青色あるいは赤褐色である。また多くの個体は、ダルマザメや他の赤ボウクジラに噛まれた後である白い、傷跡や反転を有する。胸びれは小さく、脇腹にはこれを収めるくぼみが存在する。 ここにヒレを収め、高速遊泳や潜水を行うと推定される。背びれの形状は三角形あるいは釜状。尾ヒレは幅広く、尾の部分の長さは体長のほぼ1、4である。海上において、扇派クジラ属のクジラとの識別を行うことは困難である。寿命は約40年である。クジラの中でも最も深く潜水する種類の一つである。 2014年の科学誌、プロスワンで公表された研究結果によると、赤ウクジラは137.5分間にわたり、潜水したり、2992メートルの深さまで潜ったりしたと測定された。哺乳類の潜水記録とされる。赤ウクジラ生息域赤ウクジラの分布は主に座礁の記録に基づいて理解されており、大西洋、太平洋、 インド洋に広く生息している。個体が観察された北限は、シェトランド諸島、南原は、フエゴ島である。水深の深い沿用を好み、冷たい海域でも、温暖な海域でもどちらでも良い。新所に生息する魚類や、糖塞類などを食べ、時に、甲殻類も餌にするとされる。頻繁に見られる場所というわけではないが、スペインとフランスにまたがるビスケー湾における研究が、 有名であり、日本国内においては例えば、駿河湾に良好な生息地があることが判明している。海上における識別が困難であるため、全生息数は不明である。日本においては、かつては赤棒クジラは捕鯨の対象であった。他のクジラ目のクジラやイルカと同じく刺し網などによる、本格の被害に遭う個体が多数いるものと考えられている。また、 赤棒クジラは雑音に対して敏感であると考えられている。地中海のような創造しい海域において座礁が多数記録されている。トーマス・エイ・ジェファーソン、キュビエ、Mar S、ビークとホエルイン、ザ・エンサイクロペディア・オブ・マリーン・マーマルズ、ISBN0125513402 リーブス、エトール、ナショナル・アウズボン。 ソサイティガイドツーマリーンマーマルズオブザワールド ISBN 0375411410カーワーディーンホエールズドルフィンズポーパセス ISBN 0751327816改正哺乳類図鑑、赤坊鯨国立科学博物館動物、研究部哺乳類図骸骨、データベース、赤ウクジラ国立科学博物館動物研究部哺乳類図骸骨データベース赤ウクジラ国立科学博物館動物研究部ありがとうございます